ロリーン、本名、ローリンズイネブノーカー、タルハーウィーは、スウェーデンストックホルム出身の歌手、音楽プロデューサーであり、モロッコのベルベル人の血を引く。ユーロビジョンソングコンテスト2012に、スウェーデン代表として参加し、ユーフォリアを歌い、スウェーデンに13年ぶり5度目の優勝をもたらした。ロリーンは、スウェーデンの首都、 ストックホルムで1983年に生まれたが、後に家族と共に、ベステロースに移住した。同地で学校に通い、10代のほとんどの日々を、ベステロースの住宅地区グリータで過ごした。両親は共に、モロッコ南部出身のベルベル人である。ロリーン・タルハーウィーの名で、アイドル2004に参加し、これ以降スウェーデンの人々の間で、名が知られるようになる。 番組で歌った曲は以下の通り最終的に番組では4位となった。その後2005年にロブウェのラーズとの共演によるシングルザ・スネークが発売された。同年 DB400 で1年にわたって番組司会を務めた。表舞台での活動を休止していた間バースタポジクベンサカデミン、マタクテン、フルーファーイトといったリアリティ番組に プロデューサーとして参加していた。メロディーフェスティバーレン2011にて、ロリーンは、メロディーフェスティバーレン2011への参加で、再び表舞台に顔を出した。参加曲、マイハートイズリフュージング目は、ロリーン自身と、モーデネビ、ビヨン・ジャプストラムによる制作であった。ようてぼりで行われた、準決勝で4位となり、セカンドチャンスラウンドに進むものの決勝進出は、 ならなかった。この曲は後に発売されスウェーデンシングルチャートで最高9位に達するヒットとなった。この曲は2012年にユーフォリアで成功を収めた後、再びヒットチャートに上がり22位に達した。バクーで開催されたユーロビジョンソングコンテスト2012でのロリーンの勝利メロディーフェスティバーレン2012では2012年2月4日に行われた 準決勝1を突破して決勝に進出した。参加曲、ユーフォリアは、トーマス・ g サント・ピーター・ボストラムであった。3月10日の決勝では268得点を得て優勝し、ユーロビジョンソングコンテスト2012のスウェーデン代表となることが決定した。バクで行われた、ユーロビジョンソングコンテスト2012の決勝では、 参加42カ国中、イタリアを除く40カ国から得点を得て、合計372点で優勝を果たした。ブックメーカー各社は、ロリーンの優勝を予想していた。デビューアルバムの発売は2012年9月に予定されている。6月3日、ユーロビジョン参加曲、ユーフォリアは、全英シングルチャートで3位となり、 イギリス以外のユーロビジョン参加曲としては1987年、ジョニー・ローガンのホールド・メナウ以来の順位となった。2012年6月21日、スウェーデン用テボリの MTV ワールドステージに姿を見せた。政治問題への対応、ロリーンはユーロビジョンソングコンテスト2012参加アーティストで、ただ一人、アゼルバイジャンの人権活動家にあった。 後に、アゼルバイジャンでは、人権は常に侵害されている。そのことに沈黙すべきではない。と話した。アゼルバイジャン政府の広報官はこれを非難し、ユーロビジョンのコンテストが政治化されてはならないとし、欧州放送連合に対して、このような活動家との接触をしないよう求めた。スウェーデンの外交官はこれについて、欧州放送連合、 スウェーデンのテレビ放送局、並びに、ロリーンは、大会のルールに反することはしていないと応じた。ありがとうございます。